日本群馬県桐生市黒骨町水沼、黒骨町水沼は、群馬県桐生市の町名。面積は1.98平方キロメートル。郵便番号は376-014日。桐生市の西北部、黒骨町の東部に位置する。旧黒骨村水沼にあたり、黒骨町八木原、上田沢、下、田沢、宿巡りとともに、桐生市第22区に属する。 東北部は、緑市東町小木原に、東部は、緑市東町佐与戸に、東南部は、緑市大浜町浅原に、南部は、黒骨町柳原に、西部は、黒骨町下田沢に、北部は、黒骨町上田沢にそれぞれ接する。桐生市黒骨支所や、渡らせ、渓谷鉄道の水沼駅があり、黒骨町の中心地区となっている。国道号線に、 雑貨店や飲食店が連なり、消防署、駐在所、郵便局、診療所、保育園、黒骨社会体育館などがある。かつては、養産業で栄えた。銅山街道が通じており、足尾銅山から銅の積み出しが行われ賑わった。元は、瀬田郡黒骨村の地区であったが、市町村合併により、気流市の一部となった。 2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。